マイケル・ジョゼフ・キッカムは、アメリカ合衆国ミズーリ州、スプリングフィールド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。メディアによっては、マイケル・キック・ハムと表記される場合もある。2010年の MLB ドラフト6巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、8月12日に契約した。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビュー。3試合に登板して防御率11.57、3奪三振を記録した。2011年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレーし、21試合に先発登板して5勝10敗、防御率4.11、103奪三振を記録した。2012年は AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、28試合に登板して11勝10敗、防御率3.05、137奪三振を記録した。2013年はトリプル AQ フレズのグリーズリーズで開幕を迎え、5月28日にジャイアンツとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 同日のオークランドアスレチックス戦で先発起用されメジャーデビュー。2回裏にデレクノリスから本塁打を打たれるなど2.1回を4安打4失点と結果を残せずメジャー初黒星を喫した。5月29日にトリプル A 級フレーズノへ降格した。1ヶ月後の6月24日にメジャーへ昇格。昇格後は2試合連続で負け投手となり4度目の 当番となった7月5日のロサンゼルスドジャース戦からリリーフへ転校した。7月7日にトリプル A 級フレーズのへ降格したが、7月9日に再昇格。7月10日のニューヨークメッツ戦では5.1回をも、あんだ4失点と抑えられず、試合後にトリプル A 級フレーズのへ降格した。8月20日に再昇格し、8月21日の ボストンレッドソックス戦に登板したが、4回を5安打、6失点と再び結果を残せず、8月22日にトリプル A 級フレーズノへ降格した。8月23日にメジャーへ最初を浮した。この年メジャーでは12試合に登板して0勝3敗、防御率10.16、29奪三振を記録した。2014年3月12日に、 トリプル A 級フレズノへ配属され、開幕を迎えたが、この年メジャーでは2試合の当番にとどまった。2014年12月23日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍した。2015年1月9日に、リーフとなり、1月14日にラース・ハイヤーとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。開幕は、参カのトリプル A 級タコマ・レーニアーズで迎え、 5月4日にリーフとなった。翌5日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍し、同日中に3カの AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ移動した。6月11日に自由契約となり、7月24日に独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約したが、試合出場なく28日に退団する。 2016年1月8日に、プロ入り時の古巣のジャイアンツとマイナー契約を結んだ。開幕から AA 級リッチモンドでプレーし、6試合に登板して、0勝1敗、防御率6.75の成績で5月20日に、自由契約となった。その後、6月26日に独立リーグである、アメリカンアソシエーションのカンザスシキティ・ボーンズと契約。 2017年3月19日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の AA 級ジャクソンビルジャンボシュリンプと、AA 級ニューオーリンズベビーケークスでプレイし、2球団合計で27試合に登板して8勝10敗、防御率3.65、119奪三振を記録した。オフの11月6日に FA となったが、 2018年1月4日にマイナー契約で再契約した。2018年はルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズ、A 級ジャクソンビル、トリプル a 級ニューオーリンズでプレイし、3球団合計で20試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率3.64、38奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となったが、 12月3日にマイナー契約で再契約した。2019年はトリプル A 級ニューオーリンズでプレーし24試合に登板して5勝5敗、防御率3.84、84奪三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。2019年12月20日にレッドソックスとマイナー契約を結び2020年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月2日のアトランタブレーブス戦で6年ぶりのメジャー復帰当番を果たした。10月26日にマイナー契約となり、同日に自由契約となった。2021年1月8日にドジャースとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。早速同日のミルウォーキーブルワーズ戦で登板するも2インニングで3失点を喫し、翌日の5月3日にリーフ5日にマイナー契約で参加のトリプル A 級オクラホマシティドジャースへ配属された。ありがとうございます。